我らは金王軍だ。逆らえば金王様に逆らうことになるぞ。名もいらぬ光もいらぬこの羅
王が望むものは剣の勝利。時は過ぎます。世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。世は再び暴力が支配する時代になっていた。すまないが、水をもう一杯くれないか。ありがとう、生き返ったよ。俺はケンシロウ、お前は？はっ、無理だよ。そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。ま、もっとも無理はねえけど、親兄弟を目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。よかったよ、そんなに睨むことねえだろ。辛いか、この子の幼い目は多くの地獄を見てきただろうに。喋れるようにおまじないをしたのさ。あと彼女の心次第だ。大変だ！シード、シードの奴らが！リンボ来い！お前も戦うんだ！てめえが殺されると分かっているもんで、鍵を置いていきやがった。
核戦争、人類が犯した最大の過ちにより世界は破滅した。そして世界は暴力と絶望に支配される。屈強な荒くれ者は我が物顔で街を歩き、弱者は水や食料のために殺され、親を亡くした子供は笑顔を忘れた。この破滅した世界でか弱き人々は渇望していた。生きるほどに辛いこの世から自分を救い出してくれる救世主、非道な輩に虐げられる毎日から解放してくれる救世主、暗く閉ざされた乱世に光を灯してくれる救世主。そんな時だった。人々の悲しみを象徴した廃墟にあの男が現れたのは。やろう、ふざけやがって。お前はもう死んでいる。第1話、心の叫び。